今日のテーマはあるある間違いなんですけども、まあ普段レッスンを行っていて、皆さんがよく間違えるポイントとか、そういうものについてお話しできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。まあ大きく今日はね、3つご紹介しようかなと思っています。で、1つ目は、まずアクセント。アクセント、はい。皆さん、自然な日本語を話したいんですという目標を持って来られます。で、自然な日本語ってアクセントが正しいだけではないんですね。リズムもそうですし、吐くと言われるものも、とか、例えば、言ったとか、知ったのように小さい促音の、言葉の表現とか、いろいろあるんですけれども、特にその中のアクセントで、皆さん、例えば、するという単語、言葉、動詞、使いますよね。する。何々する。これを本当に皆さん、するって言います。これは皆さん、本当に多いです。音読をしていても、何々する人、何々することっていうふうに、するっていうふうに発音をする人が多い。とても多い。これはなんでですかね？そういうふうに習うんですか？すごく気になります。皆さん、一回、そういう道を通ってきますか？なぜかわかりませんけど、初めからそんなふうに発音してしまいました。例えば、勉強する、学習するとか、いつもするって言ってしまいましたので、もう慣れて、最近はするって、なんかよく気をつけて発音しているけれども、まだまだたくさんなんか気使癖づいてますよね。癖になって気づかない時がたくさんあります。他はね、助詞が上がる。どういうことかというと、文章を読みます。私は、日本人ですっていう、例えば短い文章。この私はって助詞ですよね。は。ここが私は日本人ですみたいに、こう助詞がなんかこう、何々は、何々と、何々でみたいな感じで、こう助詞が上がる人がすごく多いです。でも本作で N1 の方とかあまり見受けられませんね。特に学習、初級の方々は多いですね。でもそこを意識して読んでいるということなので、すごくいいことなんですよ。何々、わ、やっぱりここはわなのかな、おなのかな、もうかなってこう多分考えながら読んでいるので、ちょっと強調されてしまうんですよね。これは、これを、これにっていうふうに。すごいいいことなんですけど、そこがちょっとね、こう、流暢に読むっていうところを妨げていますね。そうなんか私の癖なんですけど、わとかがとか、ちゃんとなんか上がらないですけど、いつもなんか区切って話してしまいます。例えば、なんか話しながら考えることで、私はちょっと区切って、日本語を区切って勉強しますとか。それはね、最近は日本語会話コースに参加して、それはなんかだんだんその癖が少なくなった感じなんですけど、ベトナム人は女子の方は気をつけていないし、なんか実際は勉強するときに、細かいところまで気づかないとか注意していないので、という癖があったので、なんか話している時もね、気づけないと流暢になんか自然に、長い文で話せない癖が合ってました。でも気になりませんよ、今についてはなんか日本人では。ベトナム語とか、ごめんなさいね、かもしれない。ベトナム語で話すときは、
ないんですか、そういう区切りで止まるとかは。まあ自分の考えがはっきりだったらそんなに区切ってないとか、うん、ああなるほど。それに話して、話しながら考えるので、いつも区切って区切って、うん、それで、うん、自然に聞こえないというか感じ、うんうんうん、日本人は私たちの話を聞くとどう思いますか、どんなことは。いや、区切ってるなぁとは思いませんけど。なるほど。うん、あの、その助詞がんんって上がる方が私は気になりますね。こうしっかり考えて話されているんだなということが伝わるので、全然その途中で区切っている点については大丈夫です。でそこが逆に慣れてくると、っていう、そのわかりますか、間をつなげるための、それで、とか言って変にこう言葉を入れてしまうと、これは変な癖がついてしまって、プレゼンとか発表とかそういう場ではふさわしくなくなります。うーん、多いんです、本当に。あ、ベトナムでもありますか？なんか例えば今から話を始めます、なんとかかんとかで、あーなんとかかんとかで、とかで、なんかこう説得力がないですよね。ばっかり言っていると、そういうのは日本人でもね、いますよ、たくさん。ベトナム語にも、うんと、あーとみたいなありますか？あまりないですね。あ、ないですか。そうなんだ。なんか、外国語を話してるから、うんうん、まあ、何を言うかわからないとき、はい、うん、そういうふうになってしまうかなと思っていますよ。とか。そう、あまり良くないんですよね。特に今日、まあ、その、耳障りっていうんですか、ちょっとね、こう、最初、話し始めるときに、今日はこうこうこうで、で、1回、2回だったら、まあまあ、いいんですけども、ずっと、毎回、話すごとに、なんとかかんとかで、なんとかかんとかで、なんとかで、なると、もう、なんかこう、が気になって気になって仕方ないっていう、本当にこれがね、日本人あるあるです。日本人あるある間違い。はい。気をつけますね。気をつけた方がいいね。はい。わ、はいはい、かります。でも、まあ、会話をつなげるっていう意味ではね、いいんですけどね。とか、まあ、その、日本語のフィラーっていうんですけど、そういうもの。とか、とか、なんかとか、こらとか。もう私もでも口癖ありますよ。え、何の口癖がありますか？なんか言ってませんか、今。なんか、なんか。あ、なんか。こういう、リラックスした場で話すときは、なんかこうとか言いますね。よくないですね。直しましょうね、皆さん。あの、なんかこうはよく日本人から聞こえますよ。うん、なんか私は足玉なの発表が好きです。はい、彼女の、うん、発表ビデオをなんかタイトル、字幕をつけるとき、はい、なんかこうとか、よく、まあ、言っています。日本人はよくそういうことを言っていますか？なんかダメっていうか、私は聞くと全然なんか気にしないですけど。私は、まなちゃんのその動画を見たことがあるんですけど、うん、気になります。あ、気になりますか？はい。でも、年齢層っていうか。うん。うん、あの、すごくおじさんが話しているわけではないですし、国会議員の方が話しているわけでもないので、そこまで厳しい中で評価をしているわけではないんですけども、うん、気になりますね。なんか、うん、こうなんか、なんかとか、とか、何回も何度も何度も繰り返されると気になります。私もね、ビデオの字幕をつけると、いつもなんかこう、はい、なんかこう、繰り返して、彼女は言ってしまった。はい。じゃあ、真似しない方がいいね。そうですね。あとね、あの、こう、それを、選択を間違えると、選択。例えば、とか、あーとかならわかるんですけど、あのーって言うと、
ちょっと違うんですよ。あのーって、うん、あのー、すみませんっていうふうにちょっと伺いたいときによく使うんですね。あのー、すみませんって言うんですけど、と同じように使われると、あのー、これはこうこうこうですって言うと、ちょっとあのー、何ですかって言いたくなるんですよ。こっちとしては。わかりますか？うん。だからそういうふうにつなぎ言葉をちょっと間違えると、なんか変な感じがあります。だから何でもいいっていうわけではない。例えばね、ここの一文を読んでくださいって言いました。私が言いました。あのー、今日はこうでって呼ばれると、あのーって一回質問かなって思ってしまうんですよね。で、あ、なんですかって聞くと、あ、全然質問じゃなかったっていうようなことが結構ありました。これもあるある。あるある間違いですね。はい。それあとあの、うん、本さん、そうそう、本さんのあの、私一番初めの方に言った、ごめんなさいとかすみませんの前の、うん、あーはダメですよって言いました。あの、うん、例えばね、何かいけないことをしてしまった。ごめんなさいっていう気持ちの時に、あ、ごめんなさいだったら伝わるんですよ。あのあは。でも、あーごめんなさいって言われると、ちょっとこう、なんていうんですかね、うん。あの、若い頃ね、反抗期の頃に、ああ、ごめんごめん、ああ、はいはい、みたいな、こう、ちょっと、反抗している感じが伝わります。うん、ああ、すみません、すみません、みたいな。なんか、そう、あまり良くないですよって言って。本当に謝るか、うん、本当にすみませんか。そう。本当に思ってますか？ああ、しかもそれが文章で届くとメールで。ああ、点、すみません、だと、なんか、本当に謝ってるのかなって思います。あ、すみません、だったら、まあまあ、まだ感情は伝わります。で、あは伸ばさないで、そうなんですよ。そう。伸ばさないで、あの、あ、切って、ちゃんと気持ちが伝われることですね。次のあの最後、まあ、今のこの途中の言葉が間違えてますよっていうこととね、つなぎ表現。三つ目が、形容詞、形容動詞っていうふうに習いませんね。皆さん、い形容詞、な形容詞っていうふうに習いますよね。うん、そのい形容詞、な形容詞が、ちょっとこう、あの、ごちゃごちゃになってしまっている方がいて、例えば、丸い形、っていうのが正解です。でも、丸いの形とか、低いからを、低いだからとか、なんかこう、変にこう一個入ってるんですよね。小さいの形とか。私はよく間違えました。うん、これはね、でもね、本当に上級者の方でも多いです。実際は文章で書くと、ちゃんと、綺麗に、かけるなんだけど、はい、会話すると、まあ、気づかないとか、その時急にパッと考えて、うん、話してしまいましたけど、前回舞先生から教えていただいて、なんか気をつけて、それでたまに、それを気づいたらすぐその時修正できました。うん。うん、それがすごく大切だと思います。結局こう会話をしていて、うん、あ、今そこって言ってもらえる機会って本当にないと思うんですよ。そうです。また日本人って別に、まあ、日本人に限らずですけど、外国の方が一生懸命日本語を使って話してくださっているから、間違えていても意味が伝わったら OK なんですよ。うん、そう、ね、うん。一番大切なのは気持ちが伝わる。考えが伝わることなので、いいんです。うん。ですが、まあ、私は本さんに、そこはあえて、じゃあちょっと注意していきますね、っていうふうに言ったんですよね、はじめ。このレッスンが始まる前に。丸いの形って言われても、あ、丸い形なんだなって、もちろん通じますよね。丸なんだなって。四角じゃないんだ、丸だってわかるから、全然いいんですよ。丸いの形でも。私たちは全然気にしない。うん。でも、
やっぱり上級者になればなるほど、そこを修正して、より流暢に、もう自然な会話をしたいわけですよね。そうなんですね。そう。だから、そういう細かい、なんていうんですか、ポイントを見つけて、修正して練習していく。まあ、それが会話コースの、まあ、大きなところかなと思っています。メリット。うん。うん。なんか、今日お二人さんはどうですか？どうですか？ご自身の会話力というか、なんか気になっていることとかありますか？今、モンタンのようにベラベラできません。はい、今は考えしたら、考えながら、はい、話します。うん、だから、ゆっくり、ゆっくりに。遅い。何を言いたいは、はい、遅い表します。うん。言いたいことをスラスラと早く伝えることができない。はい。ということが今ね、少し悩みですね。悩みというか問題なんですね。ご自身の。ゆっくり話す。うん、でもね、当然です。だって、一生懸命考えて話してくださっているので、ゆっくりになってしまうのは当然ですよね。もちろんですよね。誰でも通る道ですよね。そこから少しずつ、こう、やはり、こう、話す機会を増やすことによって、慣れていく。口も慣れる、頭も慣れる、耳も慣れる。そうして、繰り返し練習ということが大切になってきますね。IT 関係のお仕事をされている方は、専門用語がたくさん出てくると思います。IT の。でも、その専門用語ももちろん大切なんですけど、やはり基礎は、こういう会話、日本人との会話、日本語での会話、まあ、そういうものがしっかり、土台ができていないと、どれだけ素晴らしい IT 用語をたくさん知っていても、会話ができませんよね。伝えられませんよね。なので、そういう基本的なところを、もう本当にコツコツと練習していくことが大切です。私の場合は、日本人を直接に話する機会はありません。自分で練習します。もう、私の質問は、一人で自分、練習して、繰り返します。これは、いいですか？どうぞなりますか？どういうことを目標にするかですけど、もちろん、何か動画を見ながら独学で話す練習をするはすごく大切です。聞いて話す練習、シャドーイングとか、単語を覚えるとかすごく大切です。でも、最終目標が会話をすることなのであれば、やはり日本人、または日本語を話せるベトナム人の方とか、まあそういう方と日本語を使って話すという機会はすごく必要だと思います。うん。うん。だって会話って文章に現れないものがたくさんあります。また書き言葉と話し言葉は違います。で、書き言葉っていうのは本を読んだ時に出てくる言葉だったり、お手紙を書いたり。でも話すときは話すときの言葉遣いっていうのがありますよね。うん。なので、そういうものを聞いて理解して、自分も使っていくには、やはり会話という手段は必要です。うん、今、日本人同士と、一緒に働いてて、やっぱり、彼らの、言うことが、100% というか、全部、理解できましたけれども、うん、クライアントに対して、対するの、敬語は自分から、うん、
作れないんです。ただ、同僚の日本人が作った文章を読んだら全部言いたいことが、分かっていますが、自分から作れないんですよ、クライアントに対するの文章。はい、それはすごくっていうかちょっと、悩んでますね。そういう細かなこと、細かいことが、引っかかるんですよね、上級者になればなるほど。でも意味がわかるんですよ、私たちは。だから注意はしない、うん、わざわざね。だって一生懸命お勉強してくださって話しているので、で意味も通じるしいいんですよ。でもやはりビジネスの場において丁寧に話す、正しい日本語で話すということはすごく必要ですよね。求められていると思いますし、やはりそれだけレベルを上げるといろんな企業様からね必要とされます。それはすごく大きな成果ですよね。なんか内部で話している気持ちと、クライアントに対する、話す、気持ちと、違います。私が自分の中に緊張しながら、話してて、ちゃんと、日本語を使ってるかと心配しながら、はい、話していました。いつも。クライアントさんと話すときは、なんかこう、録画とかできるんですか？録画、録音。ああ、できますよ。はい。もし、可能であれば、例えば録音しておいて、文字に起こして、ちょっとこう修正してみるとか、例えば自分のね、復習をするとかでもいいんじゃないですか、まず。こう何も考えなくて話しているときに自分はどんな言葉を話しているのかっていうのをまず知る。で、あ、見たら多分、あ、ここ間違ってるじゃんって多分気づくと思います。で、修正した後に、もし親切な日本人の方がいらっしゃれば、ちょっとこれどうですかって、文法的にどうですかって聞いてみてもいいと思いますし、もう私に聞いてもらってもいいですし、なんかそう、一度自分でまず知る。そうなんですね。はい、が、一つ目のアドバイスかな。はい。あと、舞さんは、日本人ではない人と話すときは、なんか、相手が外国人でということを意識しながら話していますか？言葉は選びます。ああ。すごく選びます。間違って話してはいけないなって。思いますし、まあ、でもそれはおそらくクライアントさんと話すときと同じような緊張感は常に持っているんじゃないかな。スビドとかは？スビドとかは？スビド？あ、スビド、はい。スピード。スピード。あ、スピード。あ、スピード。あ、スピードはゆっくりです。あでこれは日本人の中でも住む地区土地、あ、特に私もともとは大阪出身なんですね。大阪人はすごく早いです。なので普通に話すとすごく早いです。でそれをゆっくり、そして標準語で話しているので、スピードはおそらく友達と話すときと比べると遅いと思います。けどそんな早く話す必要ないじゃないですか、でも。ね、友達もわかんなくなっちゃうので、まあ、まあ、そんなに、例えば本さんと話すときはこれぐらいのスピードですよね、いつも。そうですね。まだ遅いですか？まだ遅い。いや、全然いいと思います。あ、そんなに、今日はこれをします、みたいな、そんなゆっくり話してないので、全然。あ、ごめんなさい。私、あと1分で、レッスンが始まるので、ちょっと、途中退出になります。ごめんなさい。はい。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。はい。あと続きね、本さんお願いしますね。今日はね、せっかくお二人参加してください。ありがとうございました。はい。私だけ抜けさせていただきます。すいません。
また、まあ、はい、ありがとうございました。すいませんね、バタバタとしますが、またね、はい、こういう機会があればぜひご参加ください。リラックスして何でも聞いてもらったり、私の雑談を聞いていただいたりする時間でですので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では失礼いたします。お先に失礼いたします。